ウェンデル・ホワイトはアメリカ合衆国出身のプロバスケットボール選手である。身長198センチメートル、体重100キログラムで、ポジションはパワーフォワード。2009年、BJ リーグの浜松、東三河フェニックスに加入し、2009から2010シーズンの MVP を受賞、浜松のリーグ優勝にも貢献した。以後京都ハンナリーズ。 大分ヒートデビルズ、浜松への復帰を経て、2013年より、仙台十9アーズに加入。2015から2016シーズンには2度目のシーズン MVP に選ばれた。なお、ポジションは、浜松、京都、および2016年までの仙台では、ガード、フォワード、大部在籍時は、センター、フォワードと登録されていた。ネバダ大学ラスベガス校から、 NBA デベロップメントリーグのロサンゼルス、ディーフェンダーズに入団。その後、韓国プロバスケの減州東部プロミを経て、2009年、浜松、東三河フェニックスに移籍。レギュラーシーズン52試合に出場し、1試合平均得点で、リーグ3位の22.2得点を挙げ、チームの東カンファレンス1位に貢献し、2009から2010年シーズンの、 BJ リーグレギュラーシーズン MVP 及びベスト5に選出された。2010年、京都ハンナリーズに移籍。2011年3月、東日本大震災が原因で退団。ユニフォームの名前はホワイト JR であった。2011年、大分ヒートデビルズに加入。2012年11月末まで在籍。12月6日、浜松。 東三河フェニックスと契約。シーズン終了後対談。2013年、仙台1 9アーズ2席。BJ リーグ2015から16シーズンには2度目となる、レギュラーシーズン MVP を受賞したが、チームはプレーオフセミファイナルで敗れ、ファイナル進出を逃した。シーズン終了後に、一旦チームを離れたが、2016から17。 シーズンが開幕した後の2016年11月16日、再び仙台と選手契約を結んだ。2017から18シーズンは広島ドラゴンフライズに加入。2017年12月、古巣のサンエンネオフェニックスに移籍。ありがとうございます。